一口駅名解説へようこそ。今回は、西武新宿線の、田無駅、の名前の由来について解説していくよ。田無の由来は諸説あるけど、最も一般的なものは、文字通り単語がなかったからというものだね。ただ、明治時代から昭和初期にかけての地理院地図を見ると、石神井川の周りにちょっとだけ田んぼがあるから、全く田んぼがなかったわけでもなさそうだよ。だから、田をなす、が転じて田無になった説もあるよ。それから他にも、種なし、が変化したという説もあるよ。昔は税として、収穫されたお米の一部を納める、いわゆる年貢があったけど、今の田無のあたりは年貢の取り立てが特に激しく、稲を発芽させる元となる、種もみまで取られていたらしいよ。そこで、種無村、と呼ばれ、それがだんだん変化して田無になったという説だね。ただ、どの説も明確な根拠があるわけではなくて、詳しいことは分かっていないのが実情だよ。地名の由来は結構こういうケースも多いよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。